今まで散々この2000年物質文明をコントロールしてきた、まあ、巷で言うディープステートだの何なのとかっていうね、その人たちも役割だったわけですよね。で、大事なのはこの2000年間の最後のステージは、この陰と陽が統合されないとクリアできないっていうふうにも書かれてるんですよ、本当にそこに。最後この蛇と竜が一体となって、この2000年を作っていかないと、次のステージにはいけないって、今までずっとそれ失敗してきたみたいですね。今までっていうのは、ね、レムリアとかムーとかアトランティスとかいろんな時代が実はその前にもあって、ずっと失敗して、その最後の陰と陽の統合がうまくね、いかなくて、やり直し、ノアの箱舟みたいな世界があったんですが、次の2000、まあ、2000年あるんですけども、2000年間は、やっぱりもうね、そう、だからいくらこう闇を否定してても、もう進めないっていうのは明らかなんで、だから日本人のこの輪を持ってね、こういうふうに包み込んだりするような、そういう調和的な考え方っていうのは、これからが本当一番大事になってくるタイミングなので、ちょっと2000年は生きられないんですけれども、でもその2000年の行方を決めるのはこの20年間なんです。っていうのはこれからのね、今日は一応新しい時代の歩き方ってことで、何がこれから起こっていくか、このコロナの真相は何かっていうところは、もう当然このコロナも決まってたことですし、何が、で、複合的なんです、目的が。これを起こしている人たちの意味も、宇宙的にも今起こるタイミングになってそのウイルスの、これは太陽活動とも、太陽の黒点の活動とも全部人間のこの免疫力ってリズムが一緒なんで、今こう太陽黒点の周期というのも短期周期ね、11年で黒点が増えたり増えたりっていうのがあるんですよ。その黒点と白血球の数とかも全部連動してるんですよ、この心電図みたいに。で、月で女性とかもすごい影響を受けるのと同じように、太陽っていうのはもう全員のこう血液とか免疫とかのリズムと影響していて、それも短期周期は11年だったり、100年周期でもっと大きい周期があって、だからそういう昔のパンデミックも繰り返すっていうのも本当なんですね、それもね。で、それを分かってる人たちがまたこの仕掛けをいろいろしてるからややこしいことになってるんですけども、これからの社会構造を大きくもう変える準備に入ってるんですよ、これ。だからもう戻んないわけですね、これから。これ、で、どういうふうにね、これから、ね、進んでいくかっていうのも、これが今一般的にすごい言われているメタバースっていう話です。NFT はその中で使う、システムです。通貨とか、要はデジタルが今まで、コピーできちゃうんでね、デジタル、この物質って、この物質である限りはコピーできないじゃないですか、ドラえもんの道具とかじゃなければ。で、デジタルって写真でも何でもコピーで無限に増やしちゃうじゃないですか。それを唯一、オンリーワンの、たった一つのデジタルデータっていうふうに今できる技術ができたのが、その NFT っていう技術なので、それするとデジタルの世界がもう現実世界とほとんど変わらないぐらい、すべてのものは価値があるようになってきちゃうと、そっちにね、新しい社会が本当にできちゃうんですよ。で、お金ももうそっちの世界に全部投資が動いちゃってるんで、皆さんが知らない間にとんでもない世界がもう動いてます。で、僕はもうちょっとそのスケールを小さくしてお話しさせてもらうとすると、今の始まりはですね、僕は1987年だと思ってるんです。あ、メモとかね取んなくていいですよ。メモ取られるとら証拠がありますとか言われるからね。まあ、1987年って僕がねちょうどヒーリングの仕事を前世でやってた時期ですね。札幌で、まあ、なんかね高校生ヒーラーっていう名前でちょっとね一部でこうなんか口コミで広がったぐらいの時期です。で、もう朝から晩まで僕のヒーリングしてたんです。で、ヒーリングっていうのはそのヒーリングの癒しの次元っていうね、なんかそのあるんですよ、その次元が。だ、3次元とか4次元とかいうので言ったらどんぐらいなのかね、なんか結構なんかその重なった先にあるんですけど、そこからエネルギーを、まあ、僕がパイプ役になって相手の方に流すということをしてました。で、実はその次元っていうのはヒーリングの次元の、ね、住人がいるんですよ。誰かが住んでます。で、実はその方が1987年に僕のこの辺で囁いたんですよ。今日よ、開けたぜよって言ったんです。低い高いって僕ないと思ってんだけど、よりその次の時代に行くための次元の扉がですね、平成の30年間で開いたんですね。で、これも宇宙のプログラムで実は決まってて、
でそれを受けて平成天皇は生前退位をしたんじゃないかなって僕思ってるんです。天皇陛下がそれ分かってるかどうか分かんないですよ。ただなんとなくね、あの人たちのそのお立場上きっとなんかこう、ね、リンクしてんじゃないですかね、うん、分かってなくてもそんな風に動かされるみたいな、それはあると思います。竜と蛇じゃないですか。これね、多分なんだけど、僕ね、竜のことを昔のその見える人の中では、あの鳥に見えた人いたんじゃないかと思うのよ。しかもほら、竜ってなんかこんなついてるじゃないですか。あの鳳凰っていうんですかね。あれとね、こうリンクさせた人がいるんじゃないかと思ったの。で、蛇を竜って言ってたんじゃないかと思うんですよ。そうすると、僕はそのドラゴンとバード、鳳凰、これがね、あの統合融和するっていうのも同じこと言ってんじゃないかなってなんとなく後ろで聞いて思ったんですけど、どうですかね。楽に生きれるっていうのが大事だと思うんです。で、自分の心が大事です。自分の心って書いて息って読むじゃないですか。だから皆さんがね、息吸って楽に感じることに流れてったらいいですよ。どっち行こうかなって迷ったら。けど通り通り略でなぜ全てのものが動くかっていうと、投票率が低いからなんです。なぜかっていうと、老人とあとは組合とかそういった社会的な部分の制約を受けた人しか選挙行ってないんですよ。だから政党と絡んだところです。だから政党の方から指名を受けなかったもの人は全部落ちるんです。今のだから自分の意見を言っちゃいけないんです。通り通略に従ってその通りのことしか賛成できない。だから国会議員なんてほとんど賛成票を自分の党が出した時の賛成票を出すしか意味合いがないんです。だってそれが打ったら外されて次の選挙終わりだから。女性制の時代でねになりますって言った時に女性がトップを立って歩くんじゃないんですよ。女性はそれやっちゃいけないんです。何かっていうと、よく馬と騎手っていう言い方するのね。馬が男性です。騎手が女性で、馬に乗った騎手はお尻をプトンってやって馬を走らせます。で、方向が違ったら立て直すってさばくんですよ。そうすると馬の首がクッってなった瞬間にカックンっていくのね。で、あくまでも馬は自分の意思で自分の思いに従って走ってると思わせるんですよ。で、その結果行きたいところまで連れてってもらう。これが頭のいい騎手なんです。それに対して言うこと聞かせようと流儀を手綱を絞るとロデオが始まります。ねえ、そんなことやられたと面白くないから馬暴れますよ、振り落とそうと。これが頭の悪い女性です。だからいかに男性を手のひらで転がせるか、これが女性性の時代だっていうことになるのね。日本の世界もそうですけど、どん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 デジタル通貨に変わっていってるんですよ。で、これが要は単純に言うとビットコインとかああいうのが流通してもらっては困るんです。だって日本で100円だったものが向こうに行っても100円でしか使えないんですよ。ビットコインなんかだと同じ金額のやり取りだから、為替とかそういうのがなくなっちゃう、国の優劣がなくなってっちゃうんです。そうすると支配層はすごく困るんです。だからそういったものが流通する前に今現在の紙幣を電子マネーに置き換えてそれを流通させる、その流通させることによって要は今の貨幣価値っていうものを国が握ったままにしておきたいっていうのがある。だからペイペイとかを追って国は率先してやってるでしょ。あれはいかに流通させるか。だから紙幣を変えるっていうのも単純預金、ちなみに日本にはどう変わるかというと約50兆ってやってます。そうなんですいやだって本当にね、日本の竜って探してもらうと分かるんだけど全部出てくるのヘビですよ。これ竜の順番でいくと手足があるのが最上級で爪5本ですよね。これが韓国に行くと4本になって、日本に来ると3本になって、でさらに下がると2本になって1本になって手足がなくなるっていう、
あの形で竜の順位が決まってくるのね。で、この順位の中で一般的に人間が相対できるのはその人に合ったものっていうことで、眷属からいくと竜の中でも一番下層の人っていうか下っ端の人と縁が強いからっていうことで、手足のない蛇の形の竜に合うことが多いっていう。ところが人間が何かを望んだときにそれを叶えたり、中間を持ってもらう人はもっと高貴な人、爪が3本ぐらいあるような人がやっていくから、それが竜として見えたっていう言い方をしてるみたいです。だからこれは眷属の中で、まあ人間が直に話をできるっていうのと、お願いをしますって言って分かったよって向こうが言う、要は上と下の違いがあるのと対等の違いで、あの蛇と竜っていうのが使い分けられているように言われています。まあ大きくこの近代で変わったのって、やっぱり明治維新が非常に大きな転機で、まあ、この150年ぐらいの時代ってやっぱりすっごい変わっちゃ、今までの日本とは変わっちゃったっていうのはね、その明治前と明治以降っていう意味では、この平成から令和にこの切り替わった時に、やっぱりここもきっと多分大きな転機なんでしょうね。もう一旦その明治から平成っていう流れからまたちょっと変えようっていうのが、この令和からの今な、その現れとして今この今の天皇陛下のとやったりとか上皇様だったりっていうのが、はい、象徴として出てきているっていう感じですよね。はい、うん、多分そういうことだと思います。だから僕、すいません、京都に移られるっていうのをもうあっちこちから、まあもともと聞いてるんですけど、ずっと前から。ただもうここ年に入っても半端じゃない勢いで、京都に移られるっていうね、はい、話がまあ出てきますけど、その辺ちょっとだけでも。で、もっと言うと、これスピリチュアル的に言うと、もうすでに僕らアバターなんですよ、この。うん、意識の別の次元の世界からすると、この三次元、まあ四次元の今のこの、すでにここ、だからまたそこからもう一つ違う次元の方に今入り込もうとしているわけだから、もうすでに、さっきの UFO とあのって、その、ね、突然現れて突然消えるなんて、それは当然、逆の世界から考えたら、もっとこの次元よりも上の世界から来たら当たり前の簡単にできることなので、その辺の今度トレーニングに入っていくんだろうなっていうふうに思います。この出てきたんですよ。地底人が。主人が。毎日食べてね。たびたび地底人と遭遇する。はい。ちょっと。いや、ずっとなかったんですよ。35年なくて、いきなり出てきたんです。で、その地底人が今何をやってるかっていうと。最終的にはこの金融の問題が、そっちの世界の方が主流になるはずですね。この前行くと、この、まあ、暗号通貨とかね。暗号資産と言われているものの方が、この今の出回っているリアルの世界の通貨よりも、そっちが今、新しい社会がもう、社会というか新しい地球みたいなものはもうできてるんですよ、すでに。できてて、もうどんどん企業も何もかもそっちに、その価値が移行してって、そのリアルからバーチャルの方に全ての価値、で、この価値が移行してった時にお金ももうそっちについてっちゃってるんで、もうそうすると今までの金融を握ってた人たちはもう完全にコントロール不可能になるし、全く新しいこの社会がこっちでもう出来上がってるんです。もう国境もないんです、その世界は。だそういう見方をすると、本当古い時代と新しい時代で、古い時代からまあ本当新しい時代も、こっちはこっちでもう始まってるんですね。だそれはもう、すっごいスピードです、そっちの。だからそれは、これから分かってくると思いますけども。まさに風の時代、ね。風の時代。はい。風の特徴のままですもんね。軽いとかね。はい、になるだとか。そうです。そう、大きな、ね、こう、大衆としての活動、やっぱり選挙とかもちろん僕もすごい大事だなと思いますけども、例えば今日集まってきてる皆さんとか、今ね、ご覧いただいてる皆さんって、やっぱりちょっとずれてる世界に生きてる人たちの持ってる役割っていうのものすごい大きいと思っていますし、で、やっぱあと20年ってね、まあ、長いようですごい短いし、だからね、何ができるかっていうところはね、大事で。で、一つは、やっぱり、世代交代っていうのも今、起こってきてるんです。いろんな意味でもね。で、例えば、この僕らの八ヶ岳のコミュニティとかやってる活動に、今、10代とか、20代の、っていうのも皆さん方が、
僕もこの活動10年以上やってると、小学生だった子供がもう成人式を迎え始めてるわけです。皆さんの、まあ場合によってはお孫さんとかのケースもあるかもしれませんけども、いわゆるこの、まあ、スピリチュアルですごい意識の高い皆さんの2世と言われているような方々が今確実にこの社会に影響を持てるようになってきているので、この現社会をもしやっぱり何か影響を与えていくっていうのは僕ももうすぐまた今度40になって、だから僕の場合はこれからある意味ピーク、社会に対して20年間で還暦迎えるまでの間にもうやり尽くそうと思って、ね、いるので、で、そこに今後を追って10代、20代の子たちが僕らの活動にすごい共感を得て、どんどん集まってきてるっていうのもあるんで、そういう、もしね、家族とかで、とか、知り合いの若い子とかがいたら、もうどんどんまず痩せた時に派遣してもらえれば、こっちで勝手に教育して、社会を作っていっちゃうんで、もう精鋭部隊をもう一気に養成して、これ全体を変えていくのは非常に難しい。だから、ひな型のっていうので、どんどんこう、やっていくんですね。僕の場合はそういうやり方でやっているので、そういうところに自分が行けなかったりとか、自分が参加できなくても、その代わりとなる、もう、死者を送り出していただけたら、まあそういうやり方も一つの手段だと思います。これからやっぱり役割をまず分かれることが大事ですね。全部が一人一人がバラバラの個性と役割を持っているので、それに無理に私が頑張んなきゃって言ってね、できもしないことに無理に首突っ込んだりね、足を運んでも、それはやっぱりね、難しいんで、まずそれぞれが持っている今の立ち位置とか、役割をはっきり認識する。で、自分ができる役割に徹することが一番、まあ、パズルのピースって全てバラバラなんでね。そこが一番僕は大事なの。で、さっき言ったように、この意識高く、今ね、こう集まってきている人たちの持ってる力って、本当何万人とか何十万人にも値するぐらい、その意識のエネルギーって大きいものだと思うんでね。そういう人たちが自分の本来の役割、それがもしかすると、ご主人に優しくして、その家庭調和をするだけでも、そのエネルギーが変わるかもしれないしっていうね。本当そんな、行動だけじゃなくてね、本当一人一人の意識の持ち方だなって僕は思いますが、どうでしょうか。